皆さんこんにちは、金子秀樹です。高井亮太です。今日の課題はフォアハンドのフラットでボールが飛んでってしまう方がスピンかけたいっていう人多いんですよね。なんかたまにスピン打ちたいって言うと、いやいやスピンだったらガットポリエステルにしたらなんて言ったりする人もいたりするんですけど、うん、まあまあちょっとかかりやすいかもしれないですけど、根本的な解決にならないです、うん、ちゃんとした打ち方でかかり具合が変わるだけであって、ポリだからって上から入ってトップスピンかかるかって言ったらね。そうですね、うん、スピンかける利点は高さを出せる。高さを出せるね。同じスピードで高いとこ通せる。それだけミスの確率が減って、より相手をこう動かすことができる、はい、うん、振り切れるってのも大きいんじゃないですかね。緊張した場面でフラット系だとどうしてもこう最後振り切れなくて、当たった後にうーんっていう感じになる人もいらっしゃるんで、もうレッスンの時バンバン打っちゃって、はい、そうですね試合になるともうアウトが怖くてもう振れなくなっちゃう。多いですね。多いね、うん、緊迫した状態でやっぱラケットって振れないとね。まずフラットで打ってしまうっていう方の打ち方の特徴として、どうしてもインパクトで最終地点になってしまう。だどういうボールになるかというと、スピードだけ出てしまってポカーンとこうアウトしてしまう。まあ問題点としてこのボールの当てるここバラバラで、ヒットしてしまう人はもうここが早すぎる。なんかすごく手首が動いてるように見えるんですけれども、まあ小手先でコントロールしちゃう。これだともう小手先、手は器用なんで、うまく当てるけど再現性っていう意味では貧しいです。そのヒットしないためにはリストを抑える体でテイクバックからフォロースルーまで一定のスピードで、一定のスピードでいきます。でスピードの比率として、まあ、バウンスヒットとかありますよね。カウントとして1、2、1ぐらいで、テイクバックの状態でこの半分の速さで、フォロースルーができるように、それぐらいの基準でいいと思う。で最初ボール飛ばなくてもいいので、ようにして自分で手出しですけどスイートスポットに当てられるようにします。そんなにスピン意識してないですけど、うん、自然なスピンはかかってますよね、うん、これで。まあそれでもスピンって言っちゃっていいと思いますけどね。 OK です。今みたいに体の使い方が分かってきたら、少しラケットヘッドを落とすイメージも持っていただいて、で最初は手も落としちゃっていいです。手も最初落としちゃって、まあ一つだけ守っていただきたいのは、必ずリストよりラケットヘッドが下に来ること。これじゃダメだってことですね。これだとダメだってことです。これだとトップスピンっていうのはかからないん でボールが持ち上がりづらいので、必ず手首よりラケットヘッドが落ちてそのまんま上に上げられる。ここでもまずネット越さなくていいです、はい、ちょっと当たりが薄すぎてしまうので、でも変に直さないでいいです。手首よりもラケットの頭が少し落ちるような感じですね。そうですね、はい。でもここでは少しじゃなく大げさに落としちゃいましょうか。そう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 です、かなり落としてます、はい、でスピンというとどうしてもこういうふうにこうグリッてこういうのがスピンだっていうふうに勘違いしてしまうので、15年前私ワイパースイングっていうのを本で見まして、そっからそれやりましたね。ちょっと小手先に頼りすぎかな、うんうん、もう少し腕全体体全体で打ちたいので、はい、そうなるとちょっと手打ちの要素が強くなってしまう。当たりが薄くなるだけで、で飛ばないで飛ばそうと思って、はい、無理にこう押してしまう、で距離のコントロールができない。でここで今下から上に行く感覚を掴んだと思います。ここで、でラリーの時に最初から下に引いてしまうと逆にラケットって上から来ちゃう。なるほど、ちょっと上がっちゃうね、ここからね。そう、上がって、はいはい、上から落とさないとダメ。上から落として今やったこの下から上の軌道、ラケットアークの軌道をこう作っていくことによってスピンってかかりやすくなります、うん、なるほど。そうしたらもう最初のセット決めといて、立てといて、この位置からやってみたらいいですかね、うん、もっとやりづらい人はもうここで円を描いちゃう。円を描いてスタートする。円を描いて
まあ実際そういう風な大きな打ち方はならないですけど、ラケットヘッドが落ちるっていう感覚をつかむ意味では、うん、ここでも円を描いちゃう。こういう風な感じで、そこから徐々に小さくしていってみてください。という以上ですね、こう気をつけていただければフラットからスピン、スピンからトップスピンにすぐ移行できるように、この要素を掴んでいただければ問題ないかと思います。スピン打ちたい時の場合のまとめなんですけれども、はい、うん、1つ目が体を使ってスイングしていくっていうことで、そうですね、はい、インパクトで緩めないで最後まで、うん、はい、体と同調すると、はいはい、手首だけ使ってこう、ね、はい、打たないっていうことですよね。そういうことです。2つ目がこの手首の位置よりもラケットの頭が少し落ちるっていうことがポイントですよね、はいはい、で斜め上に振り切るっていうことですよね、うん、で逆にスピンかからない人っていうのは、はい、手首よりラケットヘッドがこう上がってしまってる。あともう一個が少し先の方で、そうですね、はい、打つっていう、うん、この3つを気をつけていただければ、はい、フラットからトップスピンに、あとはテイクバックの、あ、立てるってやつですね、立てるというのも入れると、まあ、無駄のないこのスイングができると思うので、うん、ぜひトライしてもらいたいですね。ではですね、この動画が参考になれば高評価、そしてチャンネル登録、 SNS のシェアよろしくお願いいたします。コメントもお待ちしております。これからテニス始める方、始めて次のステップに行く方、ぜひ頑張ってください。では皆さん、また次回お会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。何もないプレッシャーのないところでどんなバンバン入れても、うんうん、まあ打っても、でそれが球出しからラリーに練習の時変わっただけでも違うからね、バンバン打ってたのが打てなくなるとか、うん、でもそのラリーからまた試合になるとさらに、うん、触れなくなってしまうと、うん、それは正しいラケットスイングアークと当たり方などがやはり、うん、こうバラバラだから試合になるとあれどうやって打ったんだっけってなっちゃうんだろうね。うん、うん。